ご覧の皆様、こんにちは。ホステルと申します。プレイステーション4のデイメア1998。実況プレイですね。初見高難易度でやっております。続きから再開し、チョーカー本日もどうぞよろしくね。で、前回最後、どこへ進めばいいのか全くわからなくて、で、仕方なく攻略サイト見たんだけど、ガンショップのネオンライトを売って、進行ルートを作るとかなんとかって書いてあった。それやっていってみましょう。で、プラス、攻略サイトを見てて、チャプター5まであることが分かっちゃったんだよね。申し訳ない。微妙にネタバレだけど。つうわけで、まだこのゲームが半分ぐらいしか進行していないということに気づいてしまった。で、その例のネオンライトは一体どこにあるんだ？何回かやり直しつつ探っていこう。どこだろう。あれ拾えない。ちょ、拾えないアイテム。なんだこれ。ちょっと前回から続けて収録してて、ちょっと正直少しイライラしたまま今回やってます。申し訳ない。どこだろうね。バスケットボールコートの近くとかって攻略サイトには書いてあったんだけど、どこのことだろう。バスケットボールコートってここじゃねえの？違うのかな？どこのことだかもうそもそもわかんない。ガンショップがどうのこうのとかって書いてあったんだけど、そもそもの話どこのことかすらもわからない。ここでもねえな。この弾も罠だよね。だって取ってる瞬間に囲まれるもん。どこのことだ。ちょっとわからないぞ。そしたら進行できるようになるまでカットします。申し訳ないけど、攻略サイト見てもどこのことだか全然わかんない。あ、バスこっちから降りれんじゃん。やっと気づいた。すっげえわかりづらい。なんなのこれ。ごめんなさい。半切れなんだけど。ついてきてる？ゾンビ一体残してるけど、ついてきてるかな？あ、アイテム探索したいけど、後ろも気になる。してないみたい。大丈夫だ。あー、いるいるいる。こっちにいる。あー、ダメだ。けど、なんとか進行ルートは分かったから、やっと先に進める。さあ、どう立ち回る？よし、ではやっていきましょうか。まず、なんだこれ。いやー、やっと進めるようになったから少し上機嫌。とりあえず、右側進んだところの角に 50AE 弾薬っていうのがあるんだよね。多分マグナムだよね。拾えるところのアイテムは拾っといて、でここにマグナムの弾を落ちる。問題はここからどう戻るか。あ、いけそう。ゾンビはなるべく回避して、うわ、通れるオブジェクトと通れないオブジェクト全然わかんねえ。これ不親切すぎるわ。
ホラーゲームとしての完成度は確かに高い。だけど個人的評価は星5段階の1だね。このゲームは申し訳ないけど、好きな人もいると思うけど、そこまで良作とは正直言い難いかな。当たらね。離せ。ちょっと進もう。ここまで敵ついてくるかどうかが疑問。ここまでついてくるようなら対策考えないといけない。こっちからも来るからね、普通に。これ一発撃ってどついての繰り返しの方が多分効率よく戦える。向こういろいろ取り逃しもあるけど、これ以上いけない。本当に敵の数に対して手に入る弾薬がしょぼいから、行くよりもとっととアイテム無視して先進んだ方がいいわ。ごめんなさいね、ちょっと機嫌悪くて。本当に機嫌を悪くならざるを得ないゲーム性なんだけど。本当にすいません。これ俺アップしていいのかな。本当に闇の部分を見せてしまったぞ。もともと闇が深いのに、もともと深い闇がさらに深まるんだけど、深淵の極みといったところか。あ、やっと進めた。あ、どうしよう。とりあえずドツキも入れながら。これ敵だよね、今の。一発で死んだんだけど。生存者とかじゃないよね。ドツキも巧みに利用しながら戦うということを覚えた。最初からこれ使ってこりゃよかったな。体術プラス、銃撃みたいな。対1の時は、この立ち回りの方がおそらくいい。オートセーブが入って、どっちへ進めばいいんだろう。Can't remember the last time I saw this court so empty. The kids used to practice out here. なんかイベントのことにちょっと止まるようになってきたな、これ。焼けつき現象か。言ってることが意味わかんない。イベントごとに一瞬フリーズするんだけど。あら、マガジンに装填しようかと思って間違えちゃった。これどこかで手に入るのかな。マグナム、レイブンでも。くっそきちいな。それにしても立ち回りがだいぶきつい。このゲーム明らかにマップの角の方に置いてある弾薬って罠だよね。わ、来るか。何体いる。ここは倒すしかないな。で、例によってこの戦法で。倒した。多分体術すり抜けるときは敵倒してる。ちょっとめたいけど。エンジェントの音声ログ、ゲーセンだ。うわ、いるか。よし、生きてるよね多分。今十分スタミナ回復させといて、で起き上がって敵来た時に再び退術していく。
あ、できない。うーわ、最悪。オブジェクトに引っかかっちゃった。あー、ダメか。ヒルミ時間もしっかりと計算に入れられるようにならないと立ち回りとしてはあまり良くない。あ、できない。これさ、体術に使うスタミナが減少するスキルとかないのかな。ほぼあれ、せこせこ行くしかないぞ。ありがたい。こっちが信号ルートっぽいけど、一応探索しておきたいよね。エナジードリンク飲むか。さすがにこれは飲まざるを得ない。体力速攻薬ならエナジードリンクよりも回復量多いのかな。あ、攻略サイトに書いてあった電流が出てるってこと、ここのことなんだ。バスケットコートがあってっていう風に書いてあったね。ガンショップがあって、これなんだろう。ここからウイルス出たのかな。何かないかだけ探索しとかないと。これいけないよね。で、どこかを撃てば電撃を解除することができるとかって書いてあったんだよね。どこだろう。コードが繋がっているところかな。上か。コードが伸びた先だよね、多分。え、どこだ。あれか。え、なんか電撃止めることできるっていう風に攻略サイトに書いてあったんだけど、どこ撃てばいいんだろう。弾薬無駄遣いしてるけど。この奥かな。うわ、釣ってる人がいる。レジの中は漁れないかな。うわ、ゆっくり眠ってくれ。俺には何もしてやれないが。お、ショットガンだ。重砲電だよね。これしかないの。ダメ、ジョー。知り合いか。You were a good friend. I wish I could have. 助けられれば。だが助けることができなかった。すまない。I should take this with me.特殊部隊の宿命か。ジョーの最後のメッセージ。何かを書き留めるのは難しい。これが最後になると分かっていればなおさらだ。すまない、すまない。いいしょうか。釣りをしている方が好きなんだ。さようなら。わかった。あの世で釣りがたくさんできるといいな。これか？あ、結局謎解きか。だけどちょっと待っていただきたい。あ、弾結構あんじゃん。よかった。ホロポイントだ。ちょっと待っていただきたいで、やり直しさせていただこうかって言おうかと思ったけど、これだけ弾薬あればいけそうだね。ただ、俺地下ちょっと見てないんだわ。地下あったよね、この横の建物に。この地下進行ルートじゃないような気がする。アイテムたくさんあるような気がする。覗いとこう。ここだよね。ん？いいですね。とフォローポイントだ。は？なんだお前！どっから湧いて出た？よし。扉を開けらんない。行き止まりか。ひょっとしてこれ？電撃の。違うっぽい。しまった。今度は死活問題。ごめんなさい。
あんまり展開良くないな。確か、ここのマップに入る直前にオートセーブ入ってたよね。やり直していこう。やり直していくわ。申し訳ない。で、動画は一回終了にして、ショットガン取って謎解きするところから再開しようかな。はい。ではご視聴ありがとうございました。